See Do Get Cycle についてあなたの問題の原因は何でしょうか病気離婚家庭内トラブル借金自殺生活崩壊のパターンを回避して欲しい結果を得るモデルを紹介しますあなたの今の満足できない結果について少し考えてくださいそれは体の状態ですか 体脂肪が30前後でで太り気味なことですか脇がや体臭があることですか腰痛や膝の痛みですか水虫や糖尿病を患っていることですかあるいは経済状態の問題ですか借金を抱えていることですか欲しくても買えない洋服があることですかそれとも対人関係で困っていますか家族と喧嘩していることですか。 職場の上司や同僚とうまくいかないことですか子供が反抗して言うことを聞いてくれないことですか他にどんな解体結果がありますかその今の結果を変えるにはどうしたら良いと思いますか See、Do、Get サイクルについて解説します See 見方、パラダイムを表します Do はする、行動です Get は得る 結果です人生において得る結果は私たちが何をするかにかかかっていますす私たちが何をするかは私たちがそれをどう見るかにかかっているのです。パラダイムとは私たちの見方理解の仕方、解釈世界観頭の中の地図考え方の枠組みという意味です。 語語源はギリシャ語です個人によってそれまで得てきた人生の経験体験知識価値観によって世界観や常識はすべて違うという意味です。パラダイムの違いとは同じ状況になってもどう感じるかどう考えるかどう見えるかどんな判断ジャッジをしてどういう行動をするかは みな違ううとということですパラダイムの違いによって例えばゴッホの油絵を見ても上手な絵と感じる人もいれば下手な絵と判断する人もいます。またプールで泳げる人であっても他人が川や海で溺れている時すぐに水の中に飛び込んで助ける人と助けない人がいます。私たちの欲しい結果と 状況に十分に満足していないならすること Do だけでなく Do の根幹にある物事の見方 See を変える必要がありますなぜならどんなに Do することに働きかけても心から Do をしたいと思わなければ Do は実行されないからです体の行動 Do を生み出す心の See 物事を見方に働きかけなければならないのです演習ステップ一、あなたが今生活の状況の中で買いたいと思う満足していない結果を一つだけ考えてください例体調の悪化借金家族との日々の喧嘩などその満足していない一つの結果からなぜそのような結果ゲットを得てしまったのかしてきたことあるいはしなかったこと Do のリストを書き出す演習スステップ Do のリストを書き出した後なぜそのような行動をしようと思ったのかあるいは思わなかったのかあなたの見方 C は生活の中でどのようなパラダイム世界観価値観解釈の違いを持っているのか考え書き出してみる。ゲットで得た体験経験によって 新たな C 見方、パラダイムが作られますそして人生の中でこの Sea、Do、Get サイクルは循環していくのですまた私たちは気づかないことで問題を起こします私たちは認識できないことは改善できないのです例えば十九世紀以前まで病気を引き起こすウイルスや病原菌は発見されていませんでしたその存在は 認識されていなかったのですそう結果、射血という体の中から血液を取り除くという間違った治療を行い、人間は寿命を縮めていましたこのように認識するものは改善される方向に向かいますパラダイムシフトをすれば、劇的に結果は変わるのです演習ステップ三、その満足していない一つの結果から ししてきたたここととあるいはしなかっ Do 以外で悪い結果を出してきた自分が気づいていない要因知識原因はないだろうか認識されていない領域はないだろうかそれを考えてみる欲しくない結果を生み出していた見方 C を変えるためどのようなパラダイムシフトが必要だろうかこのビデオ講座があなたの今の結果を 変えるきっかけになれば幸いです。最後に、分かったつもりは、真に理解したことにはなりません。知識に従って、あなたの行動を変え、習慣を変え、実践し、より良い結果を得るようになって初めて学んだと言えるのです。今回、この動画講座は、あなたが次の二つの行動を取ることで終了となります。 学んだことを学ぶために教える原則に従って誰かに教え分かち合ってください学んだことを行動しその結果を誰かに報告してみることも効果的です参考文献を読み理解を深めても良いでしょうあなたにアドバイスを一つ行ってこの動画を終わりにしたいと思います人はなぜ やれば簡単にできることをやろうとしないのだろうか。それは、やらないことも簡単だからだ。そして、それがあなたの人生を少しずつ失敗へと導く怠慢の罠なのだ。ジムローン参考文献漫画でわかる7つの習慣参考資料2012年8月千葉幕張フランクニコビージャパン アンドジェームス好きなプレゼンツナーツオ週刊特別ライブセミナーよりご視聴ありがとうございました